ここ卒業して今も無償電気に入ってるんで。どうですやっぱり。新森とかね。と一緒に最初やらしまって、いやこんなん絶対自分にできないだろうなって思ってて、だからこうマサラダとかいろんな業者の方とかメーカーさんとかこうつながるようになって、いろんな話をするようになって、意外にこう楽しいなって。物作ってるだけで楽しくない。ちなみに今回の食事は多分ね、3回ぐらい分けて。編集を頑張らないといけませんね。Yeah.